大阪をテーマにしたデビューアルバムのジャケットには太郎をど真ん中に据えています。食い倒れこそ大阪の誇るべき文化だと考えたのです。弱いもんの味方、だから安くてうまい偉大なね文化が幕閉じるっていうのはもうそうだから複雑は複雑ですよね。本当はずっとやってほしいと思う。懐かしい。